初めてなんだけど、フィギュアケース買いたいなーって方は必見。見た目、機能性、拡張性、そしてコスパ神クラス、徹底的に紹介します。最高のステージを確保してきたぞ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。え、来たね。よし、監督ラボハウス、随所に点々とするフィギュアに命ずる、常にお前たちの身に降り注ぐ誇り、もう心配いらないぞ、完全防備できる最高のステージを確保してきたぞ。はい、監督ですね、鬼滅の刃にハマってからグッズに興味を持ちまして、ただいまですね、絶賛散在中でございます。フィギュアね、持ってる方共通して言えることは、テーブルとか机とかに置きますよね、ホコリがかぶりますよね、あれほんと嫌なんですよね、掃除が大変なんですよ。監督もそんなに几帳面じゃない、潔癖症ではないと思うんですけども、フィギュアを見ると、例えばホコリ、あーちょっと見てください、この辺の足場、ホコリがね、これ多分1週間ちょっと汚いですよね。これをね、100均とかで売ってるハンドクリーナーモップをね、ささってやるんですけども、なんかたまにフィギュアに引っかかってね、取ったらさ、毛ポワーって出たりとかして、もう嫌なんですよねあれね。かといってな、ティッシュでやったらさ、足場のね、スタンドとか傷つけたりとかさ、ホコリとか傷とかつくのは嫌ですよね。そんなわけで監督、今回フィギュアケースを購入してきました。皆さんにですね、紹介していきたいと思います。もうめっちゃいい商品なんで。フィギュアケースなんですけども、いろんなメーカーから出されております。監督がですね、購入するにあたって、こちらの3つを重点的にチェックして探してきました。まず1つ目、大きさと高さ。結構監督ね、フィギュアの量が増えてきました。なので、ある程度の高さが欲しいのと、まあ、あとね、奥行きもね、すごい長くて、こんなちょこっとだったら1個しか置けないんで、大きさと高さが欲しい。このフィギュアケースなんですけども、結構高いんですよ。例えば2万円で売ってたとしても、送料でプラス5000円とか1万円とか、だいたい探すと3万円以上はしますね。クオリティを重視すると、3万、4万、5万、6万とですね。うん、というわけで、できれば1万円台で買いたいというところで選んでおります。そして、監督ですね、過去にたくさんの家具ね、作ってきました。でね、毎回思うのは、結構大変。結構メンタル削られる。そこまで難しくないの。今回ですね、これを調べてみますと、組み立て所要時間が約30分から40分というわけで、難しくないでしょう。まあ、1時間超えたらやばいってね、思ってんですけども。と言ってもね、監督、工作系が苦手なんで、というですね、この3つの要素で選んできました。購入したのが楽天ショップで、なんとですね、楽天デイリーランキングコレクションケース部門堂々の第1位、もう間違いないでしょう。これは本日なんですけども、2つに分かれて届きました。めっちゃ重いです。フィギュアケースの A と B がありまして、それを合体してね、長方形ハイタイプというねものになっております。高さがですね、180センチ、監督の身長が170センチぐらいなんで、自分の身長よりもちょっと10センチ高いなっていう程度ですね。そして幅が 48.5センチ で、奥行きなんですけども、今回監督が購入したものが29センチとなっております。同じタイプで19センチというものもありますが、いろいろと画像検索とかをしたところ、19じゃ足りないなってことで、監督29センチのものを買いました。19センチでいいなって方はですね、少しお値段も下がります。まあ、あとやっぱり監督が飾りたいフィギュアですね、まあ、少し大きめのものもありますので、そういったものも踏まえて、やはり大きいタイプ、29センチのものを購入しました。で、耐荷重ですね、1個の棚板で約1枚ですね、5キロまで耐えることができます。まあ、そんな重いものはね、ないと思うんで大丈夫と思います。特徴としましては、扉と棚にはですね、透明度の高い強化ガラス使われております。万が一落としても割れにくい、そして手が怪我しにくい作りとなっております。角っこが丸くなっております。そして本体のですね、足場はですね、 10.5 センチのボトムステージ、安定感がバッチリです。他にも転倒防止用プレートが2枚付いているのと、横入れに強いセイタストッパーが付いております。で、結構日本の住まいに多いはばき、壁と床がこうあったらですね、こういうこれなんかモキョってなんかこういうちょこってなってるのがあると思うんですけど、その部分をちゃんと考えられました。はばき先カット処理もされております。ガラス棚がです、8枚ついております。まあ、上下なんで、44で最高で多く幅をね、自分で調整することができます。この高さはですね、3センチピッチで大きいフィギュアをつける方ですね、ボンボンみたいな。じゃ小さめのやつは、ポンポンポンみたいな感じで、自分が求める配置を作ることができます。そして、上と下ですね、分かれていますので、ガラス扉が2枚ついておりまして、このガラス扉を開けるにはですね、マグネットタイプで押し込むことによって、カチャって開くタイプとなっております。まあ、なのでですね、片手で開けることができてしまいます。
早速作っていきたいと思います。模様もですね動画で撮影しましたのでぜひ参考にしていただければなと思っております。はい、でこちら紹介しましたアイリスオーヤマのドライバー、こちらがバッテリーパック本体、変身いくぜ、作っていきたいと思います。じゃあ重いですよね。はいはい、ちゃんちゃんめっちゃ楽、おい、はいはい、というわけでですね、まあ結構入っておりますね。梱包はしっかりされております、はい、こちらガラス、あーなかなか重たいですね。取り出てありますね。はい、結構ありますね。全部開け終わりました。これくらいのボリューム感となっております。頑張って作っていきたいと思います。はい、こちら部品一覧となります。1枚、裏、2枚、3、4となっております。まあ、今までの中では結構簡単な部類に入るのかな。注意事項と今回の商品となっております。ここまでできてきました。で次がですね、ここにネジを締めるというわけですね。いい感じで仕上がってきてます。どうでしょうか。ガラス天板は4枚ですね使いました。まあ8枚入ってんで、残りあと4枚残ってます。まあ、とりあえずこれはね好きな時に場所を変えれるので仮で、はい完成しました。いやー1時間半ぐらいねかかりましたね。はい、まあ、頑張れば1時間以内にできそうな感じはしました。この金具ちょっと手こずりましたが、うまくできたと思います。このプッシュを押すと、はい、蓋が普通に開きます。そして閉めると、はい、というわけでですね、上も同じですね。押すとこう開く。そして閉めるときは、はい、というわけですね。こんな感じです。いかがだったでしょうか。今回のこの商品なんですけども、監督が購入したものは 17,800円というですね、めちゃくちゃ安いコスパとなっております。直接メーカーから仕入れて発送されていくので、中間マージンがかかるから金額が高くなってくるんですけども、送料かかる地域もあるんですけども、ゆくしさん1枚と野口さん数枚でゲットすることができます。ゲット追加することによって拡張することができます。まず1つ目、専用ミラー、これ監督ですね購入する予定です。別売りの専用ミラーをフィギュアケースのですね正面の裏面に貼ることによって、この背面もねガラスで反射するので、全体の裏側まで反射して見えるというですね、そうすることによって全体的に明るさだったり迫力、見栄えが一層良くなります。こちらの金額がですね4980円となっておりまして、後付けで付けることができます。はい、こちらなんですけども、この両面テープがですね全然つかないです。というわけでですね、 Amazon で購入してきました。こちらです、魔法テープ、こちらを貼っていきたいと思います。貼りました。テープを剥がします。はい、ここに貼っていきます。はい、貼りました。がっちりつくんですよこれで。はい、ありがとうございます。続いて専用上置き、こちらがですねまず金額が5980円、こちらですね耐震にもなって収納性もアップできます。まあ、今回購入した180センチの上にさらにですね収納ボックスがつきまして、中からこうグリグリっていう感じで、まあ、耐震構造で上のとがっつりつくので、まあ、地震が起きたとしても倒れづらくなる、プラス収納スペースになりますので、フィギュアの箱とかをですね置いたりとかすることもできます。この商品専用の商品ですので、これもねお金に余裕があれば買っていきたいなと思っております。で3つ目がですね LED
LED ライト、こちら4980円です。これはちょっとお金に余裕があればです、導入していきたいなと思っております。まずはですね、これでホコリから解放されます。まあ、ちょっと部屋が狭くなるのはマイナス面なんですけども、まあそれ以上にですね、フィギュアを飾る見栄えが良くなるってもらえばいいんで。でですね、この段ボールなんぞやというわけでですね、実はですね、今までやっぱり購入するフィギュアなんですが、アニメ作品を見たりとかそういうことでフィギュアをもう気になって購入してるんですけども、以前ですね、ゴッドイーターというですね、フィギュアがクオリティが高かったので購入して、そこからアニメを見てハマったっていうタイプの作品がこちらで、なんでもうフィギュアでお、これいいなと思って、なので情報が全くない状態で買っております。フィギュアを買う理由ってそれぞれあるかと思いますけども、監督はですね、飾りたいっていうのと、フィギュアをオブジェみたいな感じで、メルカリで購入しました。アニメにもなっております。まあ、元はね、スマートフォンのカードバトルゲームの、シャドーバースという作品のキャラクターで、ルナというキャラクターですね。はい。で、こちらはですね、完全受注生産となっておりまして、販売時はですね、2680円のフィギュアです。こんな高いフィギュア買ったことありません。それが、9000円でゲットできました。どうせ買うんだったら、いい状態で飾りたいというわけで、買ってね、開けておりませんでした。はい、ダンちゃんでーす。はい、はーい、はーい。お、ご購入ありがとうございましたの紙もついてるぞ。おぉ、高額フィギュアってなんかすごいな。だってこれ2万円するんだよ。はい。こんな感じで入っております。はい。でかっ。はい。うわっ。おぉ、ちょっとこれでかいですよ。うわぁ。これは箱取っておきますよ。クオリティやば。フィギュアすごいな。こちらが2万円するフィギュアです。はい。どうでしょうか。こういったフィギュアが中に入っております。えげつね。うわー、キャラクターに関してはちょっと知らないんですけども、いろんなパーツも入ってて、これは飾りごたえがありそうですね。シャドーバースルナ7分の1スケールフィギュア。はい、この足場ってボトムステージっていうんですね。ゆきちさん1枚と野口さん、いやゆきち2枚かな、ゆきちさん2枚もしくは確保してきたぞ。集合だ。はい、こちらがですね、到着しましたフィギュアケース2セットですね。